ホルヘバルトロメバルガス。ホルヘバルトロメバルガス。八百九十年八月二十四日、九百八十年二月二十二日は、フィリピンの外交官、弁護士。バルガスとも表記。西ネグロス州、バゴ生まれ。1九百九年に西ネグロス高等学校を主席卒業し、1 9十一年に教養学士、九百十四年に法学士の学業、 フィリピン大学から授与されている。フィリピンのアマチュア競技連盟の法務委員となった。彼はその後急速に昇進していき、1917年には内務省主査となった。1918年、大議員議長のセルヒオ・オスメニャの法務秘書に就任。1936年にはコモンウェルス大統領マニュエル・ケソンの主任補佐官となるが、これがバルガスにとって、 初めての政府交換の地位であった。1941年に日本がフィリピンに侵攻した際、バルガスは国防省長官に指名され、さらに数週間後にケソンから大マニラ市市長に任命されケソン亡命後のフィリピンコモンベルスを託された。彼が職責を務めた時期には無防備都市宣言と日本軍による1942年1月2日のマニラ占領も含まれる。 1942年にバルガスは日本主導のフィリピン行政委員会議長となる。占領下で彼のこのエドワルドとラモンの兄弟は第一期南方特別留学生として日本に留学し、エドワルドは東京高校、ラモンは麻布中学で学んだ。第二共和国の準備中に日本側から大統領就任を求められたが、彼はこれを拒否している。その代わり彼は 中日大使となった。彼は日本軍がマニラから撤退する前に日本の勝利と来たるべき時代の繁栄は約束されていると発言している。第二次世界大戦後、バルガスは1946年から1954年にかけて国家計画委員会議長を務め、1961年から年1965年にはフィリピン大学管理委員長を務めている。 1960年にフィリピン共和国から名誉軍団国家勲章の騎士の位に上されているバルガスと娘。1943年。バルガスはボーイスカウトアメリカ連盟フィリピン連盟運営委員となった1935年よりスカウト運動関与し始めた。1936年には他のスカウティング提唱者たちと共に ボーイスカウトフィリピン連盟の創設委員となった。1949年にマニュエル・カミューが死亡した際、バルガスは満場一致でボーイスカウトフィリピン連盟の理事長と総長に選出され、1961年まで務めた。1951年から1957年にかけては世界スカウト委員を務めた。 1951年10月19日から2週間の日程で来日。各地でボーイスカウト連盟らの歓迎式典に出席、ボーイスカウトの訓練などを視察した。1959年、バルガスはブロンズウルフ賞を受賞した。この他に彼はシルバートマラウ賞、シルバー・フォックス賞、シルバー・アイベック賞、タカ賞を受賞している。また、 ボーイスカウトフィリピン連盟のタングロナンカバターン賞の初の受賞者である。ホルヘビー・バルガス博物館フィリピン研究センターホルヘビー・バルガスは1 9 8 2年2月22日にフィリピンのマニラで89歳で亡くなった。ありがとうございます。